こんにちは、しゅんです。今回はドイツの体操リーグ、ブンデスリーグのルールを簡単に説明していこうと思います。このブンデスリーグのルール、すっごく面白くて、自分でもね、体操の試合見てると眠くなっちゃうんですけども、そういうのが全くないです。すごい面白いです。で、今回そのブンデスリーグを見る上で、ここだけ覚えておけば面白く見れるよっていったところのルールを説明していこうと思います。まず最初に大まかなところで、どれぐらいのチームがいるかっていったことを説明していこうと思います。まず1部リーグ、一番上のレベルのリーグですね、は8チームあります。で、この8チームの中でドイツで一番のチームがどこなのかっていうのを争っていくことになります。で、この下に2部リーグっていうのがあります。で、これはね、まだ詳しいところは分かんないんですけど、西側8チーム、東側8チームの合計16チームで争っているらしいです。で、自分のねチームが1部リーグにいるので、ちょっと2部リーグのことについては詳しくは知らないんですけど、まあそういった形になっているらしいです。で、日本のインカレと同じような感じで、1部リーグの最下位と2部リーグの優勝チームが毎年入れ替わるらしいです。で、次は人数についてですね。人数はまずシーズンが始まるときに15人登録できます。で、その中でここがポイントなんですけど、まあ6割はドイツ人選手でなきゃいけないっていうルールがあるので、だいたいこういった感じで10人ドイツ人選手、5人海外助っ人選手みたいなのが、まあ基本的な流れになってきます。で、これはね、ドイツの体操リーグなので、ドイツ人選手にもっとチャンスを与えようっていった感じのルールになっています。なので、もし海外助っ人選手を呼ぶお金がないチームであったり、まあそういった海外選手が来れないっていう場合は、15人ドイツ人選手でも大丈夫といったことになります。で、実際試合をするときは10人で試合をすることになります。なので、この15人の中からコンディションのいい10人をその試合の時に呼んで、それで試合をすると。で、この時でもさっきのルールは適用されて、まあ基本的によく見られるのが7人ドイツ人選手で3人海外助っ人選手っていうのが一番いいバランスになってくると思います。でも状況に応じては10人ドイツ人選手でも大丈夫です。で、次は点数ですね。今回このドイツのリーグは普通に体操のルールで演技をして、その点数によってポイントが分かれるっていったものではないです。これがすごい面白いんですよね。っていうのもこの1対1の戦いになります。なんで相手チーム1人とこっちのチーム1人が演技をして、その点数の差に応じてポイントがもらえるっていうルールになってます。ここがすごい面白いポイントですね。なので、基本的にはその点数の差が 0.1 であると両方ともポイントはもらえません。で、 0.2 から1ポイント、 0.3 から2ポイント、 0.5 以上差があると3ポイント、差が1点以上あると4ポイント、差が2点以上あると5ポイントみたいな、まあもっと細かいルールあると思うんですけど、こういった感じの流れでポイントがもらえます。で、実は最高10ポイントまでもらえるんですけど、もうそこまで差が開くっていうのはね、なかなかないので、まあ試合ではだいたいこの1ポイントから5ポイントまでがよく見られる点数になってくると思います。はい、それでは試合の流れですね。まず試合は床から始まります。で、試合が始まる前に先行チームと後攻チームが決められます。で、どういった感じで試合が始まるかというと、まず先行チーム、まあチーム A としましょう。このチーム A が1人目が演技をします。で、その演技をした後に審判が点数をつけるんですけど、その点数は公表されません。で、その公表されない中で B チームは自分のチームから誰を出すか、っていうのを決めて、そこから選手を決めて、その選手が演技をするといったことになります。で、その B チームの選手の演技が終わって、審判の人が点数を出したときに、A チーム、B チーム両方の点数をスクリーンに表示します。で、その時の点数の差によってポイントが決まってくるといった感じになります。なので、ここでのポイントが、本当にその相手のチームの演技次第で誰が次演技するのか全然わからないっていうのがここのポイントですね。これが本当に面白いです。なんで、その時の試合の状況、選手のコンディションによって
誰がいつ演技するのかがその時の状況で変わってしまうっていうのが本当にこのブンデスリーグの面白いところです。それと1種目に応じて、海外の助っ人選手は1人までしか演技をすることができません。なので4人演技するうちの4人全員を海外選手で埋めることはできないです。なのでここで一番強い助っ人選手をどこに置くのか、でうちのチームの一番弱い選手をどのタイミングで出すのかっていうのが本当に面白いところになってきます。そこの駆け引きがすごいです。でまあ例えば床ではこういった流れですね。最初先行チームが2人、高校チームが2人先行でやった後は、次あん馬の時は B チームが最初に2人やって、次 A チームが2人をやるっていった感じで、種目ごとにもこの順番が変わっていくような形になっていきます。はい。でまあこれが大まかなルールです。これを6種目やっていって、でどっちのチームがより多くのポイントを獲得できたかによって、まあ、勝ち負けが決まっていくっていった感じになります。もうこれが本当に面白くて、もう選手自体もベンチのところで、まあ、大体4人ぐらい、その例えば床であれば出場するんですけど、いつでも準備できるようにしておくんですよね。なんで自分がいつ来るのか分かんない状態で相手の演技を見て、あの演技だったらこれぐらい点数取りそうだから次俺の番だなとか、であとコーチにしても例えば相手の点数をジャッジするだけの人であったり、その相手の状況に応じてよしお前が次行くぞっていうコーチであったり、あとはその選手が演技するための端末を渡したり、まあ、ワイヤーを調整するコーチであったり、もうコーチによっても役割が全然違うっていうので、本当にね、ちょっと日本でやる大会とは全然違った形で面白いです。で、これからまたブンデスリーグの動画出していくんですけど、この動画を見てからね、そのブンデスリーグの動画を見ていただくとより楽しめるんじゃないかなって思います。あとこういうのもね、日本でできたらすごい面白いと思うので、まあぜひぜひこれからもね、みんなでこういった情報をシェアしていきたいなって思っています。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。See you!